フィモーラ。皆さんこんにちは、フィモーラのジャスティンです。写真を撮影するときに手持ちのカメラが使えたら一番ですよね。今回は手持ちのスマートフォンを使って動画を撮影する方法をご紹介します。セルフィースティックやレンズなどスマートフォンの撮影で使えるツールの使い方を一般的な撮影テクニックと合わせて見てみましょう。僕は今バンクーバーの中心にあり、市内で最も大きなマーケットの一つであるグランビルアイランドに来ています。今ちょうどお腹が空いていて、マーケットにはいろいろな食べ物があるのでぴったりの場所ですね。それでは早速中に入ってみましょう。今日は身軽で探索を楽しみたい気分だったので、撮影用のカメラを自宅に置いてきました。動画撮影には iPhone を使いたいと思います。旅をしているときはたまに重い荷物を持たずにブラブラ探索をしつつ周囲を撮影してみるのもいいですよね。今日はそんな気分です。iPhone についているレンズでは限られた範囲しか撮影できないので、マクロやワイドショット、望遠などの互換レンズを使うと撮影範囲が広がってとても便利です。今回持ってきたのはマクロレンズと魚眼レンズです。マクロレンズを使うと撮影対象をズームで撮影し、より細かい部分まで撮影することができます。またレンズをワイドショットに切り替えると iPhone よりもはるかに広範囲を撮影することができるワイド撮影ができます。値段も手頃ですので、どこでも入手することができます。今回使ったのはオロクリップですが、その他の種類も豊富ですので、リサーチをしてご自分に合った商品を見つけてください。 iPhone での撮影で便利なもう一つのツールはセルフィースティックです。セルフィースティックの優れた点は、カメラを手に持ちながら自分の顔から離れた視点から撮影ができることです。 iPhone を手に持ちながら撮影するとカメラが自分の顔からかなり近くにあるように感じますが、セルフィースティックを伸ばして使うとより広範囲を撮影することができます。セルフィースティックを使うと手では届かない違った角度や頭上などのより高い位置から撮影することもできます。iPhone での撮影で優れている点は、撮影した写真を瞬時に SNS アップロードができることです。 SNS のユーザーはリアルタイムであなたの行動を見て楽しみたいと思っています。旅行後のまとめ動画を見るのもいいですが、あなたが今実際にしているこの瞬間を共有することでより楽しむことができます。 iPhone での撮影でもう一つ重要になってくるのが、横向きの撮影モードを選択して撮影をすることです。インスタグラムやスナップチャットなどのほとんどの SNS アプリは縦向きの撮影モードに対応していますが、撮影モードの統一をしたいので、カメラで撮影する際の縦横比は常に16対9で設定しています。縦向きに撮影をしてみると、映像の両端に黒い画面が表示されますので、見栄えはあまり良くないですね。 iPhone で撮影をする場合、自分でコントロールすることが難しく、撮影した映像が明るすぎたり暗すぎたり、またはフォーカスする対象がずれてしまったりすることがあります。そんな時におすすめしたいアプリがフィルミックプロです。このアプリを使うと ISO やホワイトバランスを変更したり、フレームの中の撮影したい対象に簡単にフォーカスすることができます。自分に合ったアプリを見つけて自由自在に動画撮影を楽しんでください。今からフィルミングプロを使ってできるいくつかの設定をご紹介しますね。試しにこの美味しそうな2つのデザートを使って撮影をしてみましょう。フィルミングプロを開くと自動モードで撮影が開始されますので、画面下にあるボタンをクリックしてマニュアルモードに切り替えます。まず撮影する対象にフォーカスしたいので、画面左側にある四角を調節してフォーカスします。
次に ISO を調節してシャッタースピードを24分の1に設定します。試しに他のシャッタースピードを見てみると4分の1から2000分の1まで設定できますので、今回は24分の1に設定します。今度は撮影対象をぼかしてみます。自動撮影モードで行うとこのように撮影するのは難しいかもしれません。再度対象をフォーカスしてみます。いい感じで撮影できていますね。フィルミングプロのもう一つの優れた点はホワイトバランスを完全にコントロールできることです。オーバーキャストや日中撮影で効果を発揮する650に設定してみます。次にタングステンライト撮影と同じ効果を発揮する3000に設定します。マニュアルモードにも設定できます。旅行の動画撮影と編集用にダウンロードして使えるおすすめアプリがフィモーラ GO です。フィルター、トランジション、音楽などを追加することができ、低速度または高速度撮影も可能なのでとても便利です。フィモーラ GO を開いてビデオ制作をクリックし、インポートする映像を選択してプロジェクトに追加します。プロジェクトを設定するとフィルターのようなオーバーレイを追加することができます。トランジションや矢印やハート、飛行機などのエレメントも使えます。動画にタイトルや無料の音楽を追加したり、動画の速度を調節したりして普段とは一味違う動画を楽しむことができます。 YouTube などの SNS に直接アップすることもできます。 iPhone で動画を撮影するとバッテリーの消耗が激しいため、予備のバッテリーやチャージャーを携帯することをお勧めします。これを使うと撮影をすると同時に充電をすることができます。このように食事をしながらバッテリーをチャージすることも可能ですので、すぐに撮影を再開することができます。なんとも美味しい旅でしたね。今回ご紹介した iPhone での撮影テクニックを参考に、ぜひ動画撮影を楽しんでください。チャンネル登録も忘れないでね。